今分結感じしてみたら、あそこのところな、40本ぐらいあるんだよな、ざっとな。にしたら目標の20よりも倍ぐらいあるってことですかね。倍あってな、ええ、楽しめるかな。あ、そしたら6月は日照り、7月から8月にかけては大雨が降りました。野菜を作っていれば一番忙しい時期ですが、今は米専門、比較的手が空くことも多い夏、雨の日は家の中で好きなことをして過ごします。浜林さんの趣味は読書、除雪の仕事の時も休憩時間によく本を読んでいました。浜林さんは物の例えがとても上手なのですが、それは本を読むからだと私は思います。息子が誕生日に買ってくれた。息子さんが誕生日に買ってくれた、あら。帽子や上着についているこのマーク、気になっていた方はいませんでしょうか。てっきりこのブランドが好きなのかと思っていましたが、イニシャルのエッジエッジをモチーフにした浜林さんによるデザインのロゴマークでした。このエッジはやっぱここまで来ないでね、ここのエッジはここまで来ない。そこがされてるべ。手先が器用なのは親譲り、細かい工作も好きです。ここからね、はい、こっち側のコースとね、はい、あ、違う、コースが違う。こっち側のコースとね、あ、分かれてるんです。2系統に分かれるんだ。そこが味噌なんだ、ね、いいか、ええ、よく見てきよ、ちょっとほら。あ、本当だ。いやー、浜林さん、おもちゃまでポイントが。ね、除雪の仕事もポイント大変でしたけど。英子さんは書くことが好き。あ、今年記事ですね。この古い帳面には、好きな言葉や歌の歌詞など、普段過ごしていて気に留まったことを書き綴っていました。書道も習っていたことがあり、床の間には掛け軸にして飾ってあります。そして今一番ハマっているのはこの絵手紙です。もし農家の仕事の大変なところしか紹介できないとしたら、私はこのシリーズをやらなかったと思います。これ絵手紙、どんなこと考えながらこう、いや、もうね、集中したらもう田んぼのこともみんな忘れてしまってね、全て忘れてね、ええ、これやってると息子も母さんなんか機嫌いさそうだな。ああ、そうですか。疲れ取れる。ああ、疲れが取れる。疲れ取れる。色とりどりの絵手紙、私も四季折々何通も頂戴して部屋に飾るのが楽しみでした。壁にかかったスナップ写真、その中には2018年の洪水の写真もありました。この時はギリギリ家に浸水はなかったと言いますが、2023年の夏も大雨が降りました。あ、すぐ1メートルぐらい下まで水が来た跡がありますね。だいぶ水引いたみたいですけど、昨日が沼田の方で川溢れたんですね、雨竜川が。そのぐらい降ったんですね、やっぱね。この辺は、ここは大丈夫だったんだ、はい、藤山、はい、あそこのとこで、ええ、まあ、床下浸水あって、あ、床下浸水あったんですか、留萌でも。これからこの後降ったらちょっと危ないですかね、下地ができてるから、ね、ああ、もう吸水力が少なくなってるから、うん、いやー、すごい穂がいっぱいついてますね。7月中に花が咲き、受粉は終わりました。稲は自家受粉なので特に手をかける必要はありません。しかし遅くに開いた花もありました。ここら辺はね、うん、の苦しみはね、うん、こうやって山間で沢の狭いとこだから、山の下の方に行くとね、うん、日陰があるからね、はい、どうしてもばらつきがこうある。ばらつきが出ちゃうんですか、山の陰に行くと、うんうん、これみたいにね、うん、一斉にバーッとやって、はい、一斉に受粉してパッと閉じてくれるやさ、はい、品質がね、うん、一定になるんだからいいんだけども、こうやって遅れてこえば
上の方でパンパンに実入ってるとこは、ええ、あの実入りすぎたら今度粒が割れるわけだから。はあ。である程度待たなかったら今頃買ってポロポロ出てるやつがね、ええ、実入れないと飛んでっちゃうわけだから。ああ、なるほど。だからそこと兼ね合い。ああ、なるほどね。1週間前7月の末に水田から水を落としました。今これ雨降って田んぼこれもあぜき畑だけども濡れてるけどね、はい、これじゃあねこんなに本当は水分いらないんだわ。あ、もっと乾いていいんですか。乾いてもいいんだわ。はあ。で、小ひびが入る程度の、ええ、まあまあこれ辺があ、こんなひびが入るぐらい乾いた方がいいんですね、うんうん、今まで水で抑えられてたから、はい、酸素が十分吸えて、ああ、根が酸素を吸収できるように、うんうん、元気になるように、はい、一箇所ね、えまだあの暗渠抜いてない田んぼある。お、その水が今抜けるから。あ、これが今抜くんですね、うん、はい、いや抜くぞ、はい抜きました。そうす、ああ、おー、吹き出てきた。水田の表面に水はなくても水は土の下に溜まっています。その水位は微妙に調節できるように元栓のところに工夫が施されています。ここで止めるし、はい、5、60センチから1メートルぐらいは下に水が来てるんですね、うんうん、それが今抜けてる、抜けてるんですね。それはここひび入ってるから、はい、こうひびってる、これこれなら大ひびなんだよな。ああ、もうちょっと細かいひびが入ってるといいんですね、うん、これ土地新しいからね、うん、土に保水力がないんだ。ああ、そうなんですか。水はけが良すぎちゃう。良すぎちゃう。ああ、でそうなると、はい、根っこがね、ええ、いや、あの切れちゃうから。ああ、根っこが切れちゃう、うん。今年はこれ天気が結構乾いたり湿ったり繰り返しましたけど、 その影響っていうのはどうですかね。今のとこはね限りなくない、そこそこ順調。あ、順調、うん、はい。問題はこれからだね。これから、うん、はい。これまああぜぎわでちょっと感情ならんけど、まあ、はい、ちょっとしたら80か何歩かな、はい、これがまあ親母であれば100、120粒ぐらいは欲しいやな。お、うん、で、そういう方がね、うん、1株にね、うん、最低20本ぐらいは欲しいやな、揃ったのが。今分結管理してみたらあそこのとこな40本ぐらいあるんだよな、ざやっとな。にしたら目標の20よりも倍ぐらいあるってことですかね。倍あってな、ええ、楽しめるかな。あ、そしたら8月お盆前の段階でかなりいい状態のようです。刈り取りが楽しみです。